はい、それでは今回は、火起こす気がない時の、簡単に、火をつけられる方法を、説明していきたいと思います。まずは王様の炭からやっていきたいと思います。まあ、パック燃料、王様の炭はセットではないので使っていくんですけれども、こちら、ご使用の際は、まあ、2個3個でも火はつくんですけれども、5個使った方が火力上がってもう火つきやすくなるので、もう5個使っていきます。こちらイメージ、キャンプファイヤー組のようなイメージでやっていくんですけれども、長いものからまずは下に置いていきます。ここで早速パック燃料を置いていくのですが、イメージ、ここの中に小型に4本立てたいので、そのスペース分、小型に4本がこう立つスペース分で組んでいきます。なってしまうかもしれないんですけど、はい、で大体この王様の炭の商品ですと、まあ、これぐらい長いのも、あとはちょっとまあ短めな炭も入っているので、うまくこう組んでいけるようにやっていただければなと。一番下のこういうところに炭を置いて、火が出ていかないように置いていきます、はい、あとここは最後、パック燃料に火つけられるようにここちょっと開けておきますね。隙間に、はい、それでは尾形はこんな感じですね。あとここはパック燃料に火をつけてからこう埋めるような感じでやっていきたいと思います。こちらもパック燃料と火付け用の木炭がセットになってます。天然の備長炭はこんな感じですね。同じくパック燃料に火がつけられるようにここ開けてます。焼き台の方でもあらかじめこう組んであるものを準備しておりますので、それがこちらです。はい、こちらが焼き台であらかじめ組んでおいたものです。はい、では早速耐火レンガの方とあと焼き台の方で火をつけて、経過を見ていきたいと思います。はい、それでは早速火をつけていきたいと思います。はい、では焼き台の方も火をつけていきたいと思います。感じです。こちらもいい感じに、ここはだいぶ白い、周りも白くなってますね。今こちら30分経過くらいですかね。すごいいい感じです。こんな感じですね。これ焼けるのでちょっと一回崩してみたいと思います。はい、でこれ天然の備長炭3キロで、これ半分も使ってないぐらいですね。
で、あとはもう焼けると思うので、こちらももうほぼ焼けるので、だいたい崩していきたいと思います。でこちらも、天然備長炭ラクラクバーベキューセット3キロを使って、だいたい半分ぐらい、ちなみに残りがこれぐらいで、足りなければお好みの量で足していただければと思います。